ちょっと早いですけども、こんばんは。ちょっとね、早いですけどね、まあ、特にね、意味はないんですよ。シンプルにね、もう夕寝しちゃって若干意識がまたなくなってしまい、やばいっつって、これもう寝るわ、これ寝る、マジでやばいってめっちゃ焦って、とりあえずご飯を作ろうと思って、途中までご飯作ったの、うち途中までご飯作って、なんかいい感じの時間になったからショールームしようと思って今ショールームしてます。ショールーム終わったらまたご飯の続きを作ります。そう、マジで本当にもう絶対寝たわ、絶対寝た。なんか私今 TVer でさ、バチスタをやってるんですよ。再放送やってて、私昔バチスタ見てたんですよ。医療ドラマ好きで、でそれを見てたんですよね。しかもね、寝てたね、寝てましたね、絶対寝てた。なんかすごいそのテレビの音 を心地よくスースー寝てて、起きてあれ寝てた今なんかさ、起きて自分が寝てたかマジ記憶がないんですよね。あれ寝てたっけな今みたいな。そう、それでえっえっってなってて、あれあれってなってて、多分こうなってて、でまた起きてこうなってて、こうなって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 て、さすがにやばい、こんな寝たらほんま夜寝られへんくなるわって言って、やばいやばいやばいってなって、あのよしご飯作ろう、ちょっと早いけどと思ってご飯を作って、で途中までご飯作って、で途中まで作って、さすがになちょっと一旦ショールームしようって思ったんですよ。でショールーム終わってご飯の最終を作りゃいいやと思って、そう、そうなんです。だから今はその途中です。もうあと一品作ったら完成そう、そしたあと一品作ったらもうご飯食べれる。あとはお皿に盛り付けて感じ。得意料理はない、私得意料理マジでない、得意料理ないです。料理はあんまり好きですけどうまくないです。そうなの、好きですけどうまくはないです、残念。そう、好きなんですけどうまいかって言ったらうまくないな、適当ですもん。だって味は美味しい、味は美味しいけど見た目とかこだわっとらんし、とりあえずもう自分のあれで作っちゃってる感ありますね。でもご飯は毎日自炊します。マジ毎日自炊すんの偉いってめっちゃ言われる。毎日なんてやらないよ、めんどくさいからってめっちゃ言われる、メンバーに。そう、めちゃくちゃ毎日やります。今日はなんか和食だというオーダーがありましたので和食にしようと思ったんですけど、味噌汁にしようかなと思ったんですけど、ちょうど昨日ほうれん草を買ってきたので、ほうれん草とキノコとコーンを入れて豆乳スープにしちゃった。豆乳スープにしちゃったよ。今日は豆乳スープと肉じゃがとお魚と白米と昨日作ったあのこんにゃくとさ、ちくわのさあったやじゃないですか、見た、あのプラメ撮ってくれた人は見たと思うんですけど、あれがまだ余ってるんですよね。昨日作ったやつのやつが余ってるから、それとだからお魚と豆乳スープと肉じゃがと昨日のやつと4つプラス白米って感じです。今日のご飯はそんな感じ。じゃあ豆乳スープ和食ちゃうけど豆乳スープって何部類なんか知らないですけどね。
え、卵2年はかかるって、安くなるまで。最悪。いや今日もね、卵があったら最高だなと思ったんですけど、ホットケーキを作ろうと思ったから、ちょっとホットケーキ用に卵を取っときました。だからもうちょっと今日は、まあ今日は4品あるからいっかなみたいな今日は4品あるからいっかなみたいなね。おお、すごいいっぱい買ってるやん、ありがとう。すごいね、すごい破産しちゃうねありがとう、買ってくれて嬉しい。でも破産しちゃうね。足多いと大変だよね、わかる、めっちゃわかる。なんか応援するなら応援したくなっちゃうよね。私めっちゃわかるんだけど、なんか推しがさ、アニメとかでもできちゃうとさ、なんかそのグッズとか欲しくなっちゃうんだよね。めっちゃ みんなの気持ちわかるよね。そう、なんか飾る場所ないのにさ、アクスタとか買っちゃうんだよね。マジ飾る場所ないんだけど本当にちょっと飾るさ、あそこのやつをどうにか改良しないと。マジでなんか大きいアクスタとフィギュアと、ちっちゃいこれぐらいのアクスタあるじゃないですか、500円とかで売ってるやつ。これもいっぱいあって、これのね、本当になんかアクスタのスタンドのところになんかちっちゃいアクスタ置いてたりとか、もうごちゃごちゃしてんだから、それをいいようにしないといけないんですけど、ちょっとやっぱりね。そうでもね、欲しくなっちゃうよね、推しがいるとさ。なんかそのやつ買って応援しちゃい、しちゃいだってしたいなって思っちゃうんですよ。私も結構そういうタイプの人間だから、ハマると結構ハマっちゃうんですよね。私は割となんかハマると割と頑張って応援してしまうタイプのタイプなんで、そうマジで本当みんなに買ってねとかって言ってるんだけど、マジで自分も本当にやばい、どうしようってなっちゃう。欲しくなるのよね、わかる、めちゃくちゃわかる。そうなの、マジでそうなの。いや本当にそう、ガチャガチャとかさ、ちっちゃい頃とかさ、あんま回せなかったしさ、昔のガチャガチャとかってさ、100円とかに、高くても200円とかじゃないですか。今なんか普通が300円で、で400円500円とか、ものによっては800円とかのあるの。だからマジでガチャガチャとかさ、この間行ったけどマジで回しちゃうよね。ね、そう、しかも迷ったね、わかる。なんかさ、例えばさ、どこそこにそのなんかこういうグッズ店ができましたみたいなあるじゃん、できるとするじゃん。そしたらさ、なんかさ、最初はさ、そこにしか、そこでしか買えませんとかってなるじゃないですか。でも結局ね、そこでしか買えませんってなっても、結局後々なんか普通にショップとかで売ってたりするんだけど、でもさ、正直さ、その後々ショップで売られるかなんて分かんないからさ、え、ここでしか買えないのかなとかって思ったらさ、買っちゃうよね、買っちゃうよね。それでさ、後々さ、結局さ、あるんだけどさ、買っちゃうよね。なんかなっちゃうよね、マジ。ほんと怖いわ。え、しかもさ、何が怖いかってさ、全て現金で払えばいいけどさ、現金なんて持ち合わせてなかったりするからさ、こうあの電子っていうかさ、クレジットだったりとかさ、まあ、ペイペイとかいっぱいいろんなのあるじゃないですか。電子マネー的な、電子マネーかカードで払っちゃうじゃんってなるとさ、本当にさ、どこまでお金使ってんのか分かんなくなっちゃうからさ、マジそれが一番怖いよね、本当に。財布、そうなのよ、なんか請求来てからマジでびっくりする。やべえ、やばい。うちもなんかネットで結構お洋服とか買うんですよってなるとさ、ネットって大体結構カード払いが多いじゃないですか。なんかあのコンビニの払いになるとさ、手数料みたいなのさ、結構かかるじゃないですか、300円とかでさ、無数300円がもったいないからカードとかで払うんだけどさ、ってなるとさ、マジで本当にさ、なんか分かんなくなっちゃうじゃん。それが本当にやばいよね、マジ。それが一番怖いよね。そう、マジで本当に怖いでもなんか応援したいってなると、あのマジで本当に応援グッズ持って応援したいなって、
ちゃ思っちゃう。耳がかゆいんだけど。あ、そう、ポイントがたまるやつとかだったらまだいいよね。なんかポイント、ペイペイとかポイントたまるのかな、わかんないけど、なんかそういうポイントたまるやつだとさ、まださその何ポイントかってなるとお金に相当してくるからさ、いいよね。今見るの YouTube 見た、だって少しだけ映ってた。そうなんだ、私なんか映るような場所にいたっけな、あんま記憶ないけど。ほんと、でもあんまり私は浪費癖ないからいいんだけど、でもなんか本当に、ああ買いたいなとかって思っちゃうよね。ね、でも本当に全然、うん、浪費癖はねないから、ね、マジで親も安心してる。私は本当に全然浪費しないから、なんかせっかく自分が頑張ったお給料とか本当になんかただ生きてるためだけに使ってたりするんですよ。結構もうなんかその生活費、なんか生活費でなくなっちゃうからほとんど。だからさ、なんかその他の自分のご褒美、本当にプライベートのご褒美ってあんま買わないんですよ。本当この10年目ですけど、本当になんか本当に買わなくて、そう、なんか服とかもさ、コスメとかもさ、この自分がアイドルやってるから必要な経費じゃないですか。そうだけど、なんかせっかく頑張ってるのに何にも使ってないから、ちょっとは自分のために使いなよって言われて、結構オタ活に使ってるけど、そう、オタ活に使ってるんだけど、アニメのね。あ、大谷翔平さん今日誕生日なんだよね。爪の中指の割と血まめで降板したんだ今日。でもトラウトさんもなんかさどっかが痛いってなってさ、交番かなんかしてたよね、そういえば。大丈夫かな、エンジェルス。そうで、本当に自分にご褒美しないから、でもね、正直ね、自分のためのご褒美に使うお金なんてないから、ないって思うのよ、自分勝手に。本当になんか生活でいっぱいいっぱいだから、なんか自分のご褒美ってなると、なんか大丈夫かなとかってなっちゃうんだけど、でも自分のご褒美にオタクのグッズ買ったりとかしてます。イエーイ。イエーイ。そう、ドンと買い物ね。ドンと買い物か。だってドンと買い物したらなくなっちゃうじゃん、お金。いや、怖い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 。いつ職失うか分かんないじゃん、だって。怖いよ、そんなの。でも嬉しい、みんながそうやって趣味でゆいなちゃんに会いに来てくれたり、ゆいなちゃんのグッズ買ってくれたりとかして嬉しいです。それがきっと私の生活の支えにもなってくれてるんだろうし、私も多分自分のオタ活で多分そこのあれして世界は回ってるんだなって思いますね。
おたかつ。え、外食しなくなりました。だって、あ、そうなんだ。自炊にはなったの？エコか、エコ、エコじゃない、なんだっけ、なんだっけ、エコじゃなくて、なんだっけ、なんだっけな、あれでしょ、あの、なんだっけ、節約だ、節約、節約だ、節約。いいじゃないですか、自炊って楽しくない？私結構普通に自炊、好きですけどね。ただ手とかはマジで気をつけんと本当ボロボロになるよ。なんか食器洗ったりとかするときはあのゴム手袋とかつけるんだけど、結局ゴム手袋 つけてさ洗うじゃん。でも洗った後にさゴム手袋つけて洗い物するじゃん。その後結局手洗っちゃうじゃん。だってゴム手袋の匂いがするじゃない、嫌じゃん、汚いし。だから洗っちゃうのね。とかご飯作ってる間とかになんか食材洗ったりとかさ、普通にさお肉触ったからちょっと手をこうやって洗って違うもの切ったりとかなんか触ったりとかするじゃん。だからめちゃくちゃ手を洗うわけ、めちゃくちゃね。だから本当にマジ手は本当にあの荒れるから、なんかちゃんと私はちゃんとハンドクリームとか塗ってるんですけど、毎日塗ってるんですけど、なんかあの本当に手を気にしてる綺麗なお手でいたいんだったらあんま自炊は やらん方がいいかもね、手荒れるから。特に冬とかはマジで終わるよ。なんかもう冬とかはマジでなんか爪のこの横のさ、ここの接着面あるじゃん、ここが本当に乾燥かな、でね本当にね本当にやばいのよ、本当にやばくなっちゃうの。だから本当にお前そういうの気にするんだったら自炊はやんない方がいいかもしれない。私も本当はアイドルだからあんまり本当はよろしくないんだろうけど、あんまりよろしくないんだろうけど自炊やってます。でもちゃんとハンドクリームとかなんかちゃんとハンドクリームとかは塗ってるけど、でもやっぱりね結局塗ってもねぶっちゃけね、まあそんなね素晴らしく美しいとかは無理無理だから、そう、手が綺麗な人は自炊とかあんまやんない方がいいかもね。あとハンドクリームもね、私ねあんまりめちゃくちゃつけるわけじゃなくて、ほんと寝るときにつけるんですよ。なんでかって言ったらハンドクリーム塗るじゃん、ちょっとこうなんだろう、高保湿のやつとか、その冬とかは結構高保湿じゃダメじゃないですか。だからさこう塗るじゃん、それ塗って嫌なんですよ。なんか汚れてるように感じちゃうくて、だから寝るときってもう寝るしかないじゃないですか。だから寝るときに塗って寝るって感じが多いんですよね。普段の時とかはあんまり塗らなくて、塗ってもまあどっちかというと結構さっぱりしてるやつとかが多くて、でもあんまり普段塗らないです。塗ってると手洗いたくなっちゃうんですよ私は。そう、それがすごい嫌だから寝るときにもう塗ってでまた寝るだけみたいな。ベトベトとかも気にしないじゃないですか。なんなら顔もさ化粧水でベトベト出してさ、ボディクリームで肌もさベトベト出してさ結局変わんないから、そうなんかいいんですけど、そう普通の時とかは嫌なんであんま塗らないんですよね。だから冬場とかマジ地獄って、冬場とかマジ地獄なんですよ。あ、地上波テレビ初放送スペシャル呪術廻戦だってよ。呪術初心者でも必ず楽しめる3時間だって。
足も呪術、あタワーが来てるよ。あ、推しのゆうさん、タワーありがとう。なんか可愛いんだけど、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、めっちゃ可愛いタワー来た。ありがとう推しのゆうさん、ありがとうございます。え、可愛い、なにこれ、何モチーフ、七夕か、可愛い織姫っすね、ありがとう。ゆでピーマン、ありがとうございます。そう、何の話してたか忘れちゃった。まあいいや。そうなの。そう。何の話してたっけ。そうなのとか言って忘れちゃった。8000万部突破したんだって、23巻までで。コミック23巻まで？え、やばい、23巻まで出てんの？やばいやばい、置いていかれてんだけど、うち。何巻まで持ってんだ、やばい、あと2巻買わなきゃ。あれ、私買ってないっけ、あれめっちゃ買ってるつもりだった、やべえ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 、23巻までいってんだ、やばい、置いてけぼりぼりじゃん、最悪最悪。てか私家の近くに図書館ないんだよな。だからさ、図書館行くんだったらさ、ちょっと電車乗って出ないといけないんだよね、じょっくら。五条先生かっこいい。あ、図書館じゃないね、本屋さんだ、間違えちゃった間違えちゃった、図書館になんて言ってないよね、本屋さんです、本屋さん、間違えちゃった。テーピロ、イタドリ、イタドリ、ちょっとドゥディドゥドゥ、文字多くなったあたりから読めない。え、でもね、うち今21巻までしか持ってないけど、21巻ぐらいとかむっちゃ難しい、なんかどんどん呪術もね、どんどん難しくて、話が結構なんか一回読んだだけじゃあんまり理解できない。そうだから結構いっぱい読まないと、私は結構難しかった、理解が難しい。だからどんどん話が難しくなってきてますね。でも逆になんか、なんこんなんを考えられる作者の芥見先生だっけ、マジで脳内覗いてみたい、なんか本当にすごい、なんかすごい、なんかすごいな、どういう脳みそ持ってんのやろうってマジほんまに思いますわ。そうそう、それでね、ゆいなは今日は何を言おうとかと言おうとかとかとと言おうかと思ったんですけど、ショールームじゃない、間違えた、ドボンのね、今回のさ、ドボンのランキング、私さ、いつもさ、結構いろんなさ、ショールームイベントとかあったらさ、結構私のファンの人だけ抽出してさ、100位から私のファンの人だけ抽出して読んでたんですよ。もうなんか最近そのショールームのさ、そういうランキングを読むことがなくて、その最近やってないから知らない人もいるんだけど、そうよくやってたんですよね。で、それでドボンのやつの、私いつもね、ドボンのランキング見方わかんなくて、なんかいつもママに教えてもらうの、こうやってしたら見れるんだよって。でも毎回毎回忘れるのでわかんなくて、それでマミーにお願いしたの、そのね、ちょっとね、私が見方がわからないから送ってほしいって言って、縮小送ってもらって、そう、距離を、距離をね、それをね、それをね、それを今日言おうと思ってたんですよ。そうそうそう、これ100位までをね読もうと思って。そうなの、最近やってないよね、うち。昔は本当にそのショールームのなんか8のショールームの配信があった時とか、100位から1位までで私のファンの人抽出して、それでなんかのショールームで読んでたんですよ、毎回ね。そんなことやってたんですよね。でも最近そういうことなくて、
やることなかったんですけど、ちょっとドボンは100位読みます、頑張ります。では行きます。ピュ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 って読みますよ。100位なんで、ちょっと水、頑張ります、いきます。じゃあ100位からいくね。もう何位とか言わないね。100位からいくから、100位からいくから、こう上にね、上に上に行きますよ。いきます。てるさん、からっちさん、 YK さん、これなんて読むの、こしちゃんで、まほちゃん、アトラスさん、中澤さん、たけるさん、ピースさん、オムライス、福田あかりさん、ダージユリナさん、ガリさん、アキダンさん、グアバさん、ユリナアトマカゴさん、メルさん、モトちゃん、エルシューさん、サンマサさん、タコさん、マボロシさん、ヌッキーさん、ピンクさん、サイコロバニーさん、セアシーサイドさん、中1245さん、マルマドイサイルマドイサイシさん、アキオさん、ズーミンさん、カズキャトイナーさん、サヌキの骨付き鳥さん、エムケンさん、魚アットマーク台湾さん、テンさん、キミナミアットマークユナーさん、ナンセルさん、ディノさん、小ぎつね777さん、ノブチカさん、チャンエイさん、キミナメさん、レオさん、ユリナの笑顔が見たいさん、マックセットさん、トウちゃんさん、ピノキオアットマークユリナさん、イージーさん、エフフォーリアアットマークユリさん、アモノジャクさん、トーモさん。で、ここまでが半分です。ここからは50位です。50位になります。50位からね。うんたさん、きゅうちゃん、しんアットマークゆりなさん、さとしさん、はな、は、ははさん、ゆういちさん、ちょこつーさん、もこそんさん、にけおさん、しるくアットマークゆりなさん、あきのかずさん、ぎょうてんけおしさん、てん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 さん、みずいろデイズさん、ばばちゃんにせいさん、ごくアットマークゆりなさん、さややさん、晴天天聖さん、ヤングさん、シンさん、トランキーロさん、よくよしさん、食べ過ぎ飲み過ぎさん、アーさん、ナオヤさん、マーニャ頭クリナーさん、香港のサマー頭クリナーしさん、トクトクさん、アリさん、テンテコマイさん。ここまでが、ここからが20位になります。20位になります。ちょっと目に激痛が、痛い、なんか物が入ったっていうよりかは眼球が痛い。なんか入ったんかな。何も入ってないわ。なんか眼球の神経が痛い。何も入ってないわ。じゃあここから20位ですね。マーボーさん、シンドアットマークユリナーさん、マサト再スタートさん、天かすさん、ヒロピロアットマークユリナーさん、ローズマリーさん、オカヤアットマークユリナーさん、ハル太郎さん、ザック1973さん。で、こっからが10位です。10位の人ですね。ヨッピーアットマークユリナーさん、サイヤさん、で、自分、仰天ユイナー、ユミゴンさん、ナッティさん。で、こっからが5位です。5位の人ね。トシさん、ロバさんで、ここからが 1,2,3 位の方になります。 1,2,3 位。3位が、カズアトマークゆり直しさん、2位がヒューガアトマーク熊柱細川、うわー漢字読めない、これ何、細川何これ、京一さん合ってんのかな、なるみ推しだって。そして今日の第一、あ、今日の第一じゃない、一問の癖で言っちゃった。で、第一がタカアットマークユリナーさんでした。というわけでありがとうございました。以上、101位から100名の方のお名前を呼ばせていただきました。ありがとうございます。
はい、というわけでですね、1位から100位だったんですけども、まあもしかしたら100位からもっと外の人とかもねいらっしゃったかもしれませんが、まああとはチーム対抗だったので、私じゃなくてその他のチーム4の人をね押してくださってた人もいらっしゃると思いますので、ありがとうございました。でもちょっと100位までしか見えないんで、100位まで読ませていただきました。ありがとうございます、応援。あのなんかスニーカー、オリジナルスニーカー作れるんですよ。で私が、私それで作れるやつをね事務所の人から来て、そう、それでカスタムできるんだけど、そうなの。でも本当に履きやすい、ザ履きやすいのにしようかなと思って、なんか何個か候補をこうやって作って親とかに見てもらって、でもほんとシンプル、普段なんかせっかくだからオリジナルのを作れるから、なんかちょっと個性的なのにもいいかなと思ったんですよね。色めっちゃゴテゴテしてるやつとかかなと思ったんですけど、なんかはかんなと思って、そう、やっぱりなんかあんま可愛いねんけど、あんまりはかんなと思って、もうほんまにシンプルなのにした。だって白いスニーカー持ってなくて、今だから白にした、白いスニーカーにしました。なんかゴテゴテのやつ私何個か持ってるんです、実は色のやつ。でも結局なんかレッスン着の時とか、なんかほんとカジュアルな服装の時とかしか履かなくて、そう。でもます真っ黒いスニーカーも持ってて、でも今夏だからそう真っ白いのを今ニューバランス一足しかなくて、そう、もう一個欲しいなと思って、そう、あのニューバランス真っ白だからめっちゃ履きやすくて、全然なんかこういう今日みたいにオールホワイトな服の時とかも履くし、なんか普通に可愛い服、可愛いお洋服、それこそ宮崎行った時もさ、あのニューバランスの服、あの靴履いてたんだけど、ああいう感じにさ可愛い靴でも結構合わせやすいんですよね。だから結構ほんと何でも合う、レッスン着でも合うし私服でも合うようなのにしようかなと思って、あとなんかその自分が選んだ感じのやつがそのまんまなんかファン1位のファンの人に行くみたいな感じだったから、なんかあんまりピンク紫とかにしようと思ったの最初。でもそうするとさ男性派遣じゃん、同じのもらってもと思ったからちょっとやめました。なんか本当はゴテゴテなのにしようかと思ったんですけど、ちょっとやめました、まあ、持ってるしね、結構カラーがついてるやつは持ってるからいいやと思って。真っ黒はな今の時期になと思ってやめた、真っ白にしようかなと思ってやめました。本当に履きやすいのにしようと思ってる今、もう真っ白、なんか9割真っ白みたいなのにしようと思ってます。超履きやすい感じ、なんか自分せっかくなんか自分でカスタムできるから本当はごってごてなんとかもいいなって思ったんですけど、ごってごてな感じのね、グッティグリのなんか色彩バランス最高みたいな芸術家みたいなのにしようかなって思ったんですけど、やっぱ重要、あの履く重要性を重視しました。そう、履く重要性を重視しました。そう、自分がなんか結局さそれ作ってもさ、なんかあんまり履ける機会が少ないとさ履かないじゃん、もったいないじゃん、そんなの作ったら見ないから、なんかやっぱいっぱい履ける、もう履き潰してやろうぜベイベーぐらいの勢いがいいなと思ったら、やっぱ白か黒が無難じゃないですか。だからね白にしました。まだ決定してないんですけどね、もういい、私の頭の中は白です。うん、白がいいよね。だってさ白って最高じゃん、しかもどうせ夏終わっても来年の夏履きゃいいし。スニーカー大好き、スニーカーめっちゃ今よく履きます。それと同じのがもらえるじゃないかな、確か、わかんないけど、いや違うかもしれないけど、ちょっとわかんないです。
できたらみんなに見せるね、ショールームで。でもまだ先なんだって、作れるのに1ヶ月以上かかるから8月の下旬とかかなに来るっぽい。そう、いやまだまだ先なんですけど、私24センチってそんなちっちゃくない。でもね、最初めっちゃピンクと紫とみたいなんで、めっちゃ可愛いのとかもいいなとかって思って、めっちゃ本当に超プリティなのもうちょっと作ったりとかしてみたの。こう色変えられるんだけどね。それでちょ、めっちゃ可愛いじゃんプリティーってなったんだよ。観賞用にはいいが履くかなみたいな。そう、なんかめっちゃ薄いピンクと薄い紫とみたいな、濃いピンクと濃い紫とみたいな感じでさ、めっちゃ可愛いじゃんとかって思ったの。だがしかし履くかなみたいな、飾るようになるわやんか。やっぱ靴は履いてなんぼじゃって思って、そんな靴いっぱい持っとわけちゃうでさ。そうそうそう、超シンプルなんです。白、いやいや、いっぱい持ってるんだったらいいじゃん。ていうか趣味じゃんもはや。それがお靴集めでさ、お靴飾るのが趣味、いっぱいいるじゃん。いっぱいお靴飾ってる人とか200足持ってますとか、そういう人はいいのよ。別に私はあの靴集める収集家じゃないからさ、あの靴置く場所もないから、もう靴はね履けるとしてしか買わんないよ。靴はもう履けるとしてしか買わんのよ。だからもう履けるようにね作ります。趣味の人はいいと思う。あの鑑賞用とかね、そういうのが別になんかすごいレアなやつとか履かんじゃん正直。だってだからそんなんでいいよ。私はもう履くぜっていうあのもんしか、あの本当にあの買わない。そんなにたくさん買えないから、履くものしか買わないんです。買うものしか買わない。あ、呪術始まったよ。このおっこつくんのヘタレ具合っていうか被害者面っていうのがめっちゃいいよね。と碇シンジ君みたいな声一緒だし。なんかおっこつくんは本当に圧倒的主人公感否めないよね。強いし主人公感あるよね。ていうか主人公だと思ってたもん私、ゼロ読んだ時。変えたんだね主人公。ゼロはあれか、呪術作る前に作ってたやつみたいなやつだったかな、先生か。あ、録画してるのユリナはもう呪術映画館でも見たし、あとアマプラで呪術やってるの今。普通にアマプラでそう映画やってて、それもう一回見た。そう、一回見て、普通にアマプラでやるようになったから一回見て、で今1回見て2回見たかな。アマプラで2回、あ、そう、なんかアマプラで呪術がやりますってなった瞬間1回見て、でつい最近もう1回見たの、数週間前ぐらいかな。
一回見て、で今もこれ見てる。だからそんな見てないんだけどね、これ見てる。マジで映画館の迫力マジでやばかったよ。最高だった、マジで映画館で見れて最高だったわ。超良かったね。やっぱりこういうものはやっぱ映画館で見るとやっぱ迫力って違うんだね。私さ、今までさ、あの映画っていうものは1年後に新作 DVD で借りて家で見るもんだと思ってたから、ずっとね、あの本当に映画館に行くような金なかったから、なんかそういうものだとずっと思ってたんですよ。だからやっぱ映画館で初めてブリーチを見た時に、壮大なスケールすぎて、まあでも香川のスクリーンだから東京のに比べたらちっちゃいんだけど、でもテレビよりでかいじゃん、もうすごいってなった記憶があります。でもそっから見てないけどね、ずっと見てなくて、で東京に来るようになって映画館でワンピースとか見るようになったんだけど、マジで迫力が違う。あとやっぱり脳みそに残る記憶分量がやっぱ違うね、すごいから。やっぱりうん、すごい、本当にすごい、残りやすいわ脳みそに。そう、うん、4D か。 4D やったこと、私 IMAX であのワンピースレッドは見に行ったことあるんですけど、 4D は一回も見に行ったことなくて、そう一回もないんですよね 4D。 4D やってみたい。IMAX はでもマジでよかった。 IMAX 音響もめっちゃいいじゃん。だから歌って結構歌がメインだったりしてたからさ、あのそれもそれですごいよかった。 4D めっちゃいいの。いつか行くわ 4D、 ちょっといつか行くわ。何で行こっかな。キングダム2とか 4D、 ちょっと2は違うか、あ2じゃないな、3か。キングダム、キングダムも楽しみ、あとブラッククローバーも楽しみ。ブラックボール、ブラクロアニメの、ブラクロアニメは全部見たんだよ私、結局レンタル DVD して、結局全部レンタル DVD して見ました、あのコロナ期間に。コロナ期間とあとキン、あの違うブラクロね、途中でアマプラでやってなかったっけ、あれ違うっけな、 やってなかったから結局レンタルで見たんだけど、なんかどうだったっけ忘れちゃったわ。けどそう、キングダムアニメは全部見たけど、今度は映画実写ね、実写が3かな、あるんだよね、超楽しみ。そうなんだ。私トゲくんが好きなんですけどね、呪術で。トゲくんは本当にこの1年生のトゲくんが好きなの。今流行りのマッシュトゲくんもかっこいいんだけど、なんか今時の子みたいじゃない、この今のトゲくんの髪型って。この2年生以降のトゲくんの髪型って今時の男の子みたい。今時の男の子、町の男の子みんなこんなんじゃない、なんか電車乗っててもよく思うんだけどさ、なんかそういうこの髪ばっかじゃん。いやこの髪よりね、私1年生のツンツントゲくんがさ、ツンツントゲくんが絶対いいの、ビジュアルマジでかっこいいから。私はツンツントゲくん派なんですよね、圧倒的に。マジでビジュアルがいい、ツンツンの方が。これこっちのビジュアル、あやばい、ネイルが剥げてるこのビジュアルが好きなんですよ。かっこよくない、これツンツントゲくんが大好き、超かっこいい。でも先生がイタドリとビジュアルが被るからっつってトゲくんのビジュアル変えたらしい。こっちの方が絶対かっこいいのに、私あのサラサラヘアよりこういうツンツンヘアの方が好きなんですよね。単発が好きなんで、アニメのキャラクター基本的に単発推しなんで、こういう単発ヘアが好きです。単発推しにはちょっと今のトゲくんも可愛い、なんか今のトゲくん可愛いんだよな、可愛いって感じ。なんかこのツンツントゲくんの方がやっぱちょっとかっこいいが入ってるから、絶対そっちの方が良かった、ね、なんかボックンって感じ、可愛いって感じがちょっと勝っちゃってる。そうゼロのトゲくんが一番好き、ビジュアルが一番かっこいい。これのグッズが欲しいもん、逆にツンツントゲくんも。トゲくんめっちゃいいやつでしょ。だから私がトゲくんを好きになったのはゼロ。私基本呪術廻戦ってゼロから読み出すの、ゼロ、1、2、3、4、5って読み出して、
そうなの。だからそのゼロから読み出したから、このめちゃくちゃトゲくんが本当に仲間思いでめちゃくちゃいいやつっていう、いいやつっていうのから入って、それが推しの要因の一つだったんですけど、めっちゃいいやつ、本当仲間思いで素晴らしい。おっこつくんも好きですよ。おっこつくんも好きだけど、リカちゃんも好き。おっこつくんも好きだよ。でもおっこつくんは強いし、もう圧倒的主人公感否めなくて、本当に。でもおっこつくんのファンは増えたっぽいよ、ゼロ、映画のゼロで、これですごい増えたらしい。でもおっこつくんもかっこいいですよ。おっこつくんもすごい好きです、私。でも2位はななみんが好きなんです。2番目にはななみん推しなんで、ななみんかっこいい。津田健さんの声もマジでいいからな、ななみん、ななみんにめっちゃ似合ってる、声がかっこいい。なんかあのどう考えてもちょっと渋めな感じがかっこいいよね。意外なんかね、意外にさ、なんかあーとかめんどくさいなみたいな感じ出しててもちゃんとやってくれるあたりがマジで好き。そう、私大体一押しって結構なんかそういうキャラが多いんですけど、二押し割と渋いってめっちゃ言われるくて、ブリーチも一押しと、あの、時がね、一押しはシロちゃんが好きなんですけど、2番目は京楽さん好きなんですよ。なんかわかる、強くて渋めの余裕な感じの人が好きで、呪術も一押しはトゲくんなんですけど、2番目はナナミンが好きで、そう、この世で一番かっこいいのはエヴァの初号機だった。エヴァの初号機もかっこいいけど、いやでもエヴァの初号機、エヴァの初号機もかっこいいけどな、エヴァの初号機だったら私はね、私だったらガンダムシードデスターニーの方が好きかもしれない。京楽さん渋いっしょ、かっこいいんだよな、京楽さんかっこいい。じゃああの声もいいやん、めっちゃ渋いよね、イケオジって感じ、イケオジって感じでいいよね。私基本的に、基本的にそうね、今日キチチチって渋めが好きですね、二押しは。いや、ナナミは何でもかっこいいです、ぶっちゃけ。とりあえずなんか推しになれば、ぶっちゃけあのもうなんか、なんなんその髪の毛と思ったとしても、なんなんその髪の毛って言ったとしても、でもかっこいいっちゃかっこいい。もう推しになればぶっちゃけね、何でもありなんすよ。もうたとえ推しフィルターかかっちゃってるから、そう推しフィルターかかっちゃってるから、なんか、いや、なんなんその髪の毛、例え私ナルトであのガーラが好きなんですよ、一番で。ガーラってボルトになった時七三分けピッチリなんですよ。私ガーラは昔のナルトの時の髪型がすごい好きなんですけど、そのボルトの時から大人になったらぴったり七三分けなの。私あれ正直あんま好きじゃないんですけど、でもただ推しだから好きです。もうただ推しだから好きです。たとえなんか髪の毛がうんってなったとしても、たとえそれはもう外見だけで あって、別に中身はさ、もっと中身はぶっちゃけもっとかっこよくなってるわけじゃないですか、ガーラって。だからもう全然許せる、うん、もう全然許せれます、全然許されます。だって中身がかっこいいんだもん。だからもう、だって外見は確かにもう外見もう一つでしかない、まあそっちの方が良かったなぐらいやな、ぶっちゃけ。そう、なんか正直あまり関係ないかもしれん、推しのなんかビジュアルは。マキさんかっこいいよね。私女の子、呪術だと女の子一番マキさん推しです。なんでマキさんが好きかって、ちなみにマキさんは3番目ぐらいに好きです。なんでかって言ったらマジで強いから。なんか心も強いし、あのすごくあの今、うん、単行本なんですけどめちゃくちゃ強いんですよ、がすごく好きです。あの本当になんかしっかりしてる女性というか、芯のある女性がすごく好きで、私はとってもだからすごく好きです、マキさんは。めちゃくちゃで、2番目に好きなのはリカちゃんかな、女の子だったら。
一番女の子のキャラクターだとマキさんが好きなんだけど、2番目はリカちゃんかな。マジリカちゃん可愛いんだけど、リカちゃん出てきたよ、ほら黒板からビヨ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 ってお手手だけ、可愛い、マジで可愛い。なんかリカちゃんの声が可愛い、とりあえずマジでめっちゃ可愛い声、最高。姫カット運だけどゆりなちゃんがやったら最高みたいなもんかなみたいな。姫カットね、ほんと数年前やろうとしてた。 TWICE のモモさんが姫カットにしててめちゃくちゃ可愛くて、それで姫カットやりたいなとかって思ってたんですけど、姫カットやるとね伸びてくるまできついから似合わなかった時に、だからやめちゃった。あと姫カットは結構若い時じゃないとできないよっていう、あのねメイクさんにも姫カットはねあのやめときなって言われました。そう、なんか姫カットはもう若い時だったりとかするといいし、あとやっぱなんかちょっといろいろ限られてきちゃうから、なんか姫カットはやめといた方がいいってメイクさんに言われたんでやめました。そう、なんかウルフにしようとしてた時と姫カットにしようとしてた時があって、メイクさんに聞いたら、いや仰天はやらん方がいいなって言って、ちょっと違うでって言われてやめました。そうやめました。でもそう、 TWICE のモモさん見て姫カットめっちゃ可愛いと思ってやろうと思った時期もありましたね。でもやらないですけど、もう今の髪型が多分一番メイクさんにもスタッフさんにもメンバーにも一番いいかもしれない。その私が11本毛だったのを、11本毛がもう本当に変変って言われすぎて切ったんですよ。こうやってね短くこういう気にしてこういう感じにしたのね。そしたらメイクさんとかもみんな、そっちの方がいいよってめっちゃ言われた。そっちの方が垢抜けてる、今時だって言って。かわいいタケくん、タンコブできてる、そうって言われて、それでやったの。え、どう、ね、みんなから見てどう、11本毛の私とさ、今のさ、今の私、今の私はちょっと前髪も横毛もなんもないんだけど、 このオールバックの私じゃなくて、あの11本毛の私と最近のこのタンピッドリンと、どっちが可愛い、どっちが可愛い。あー可愛い、タゲくんタンコブできてる、可愛い。どっちがね可愛いですか。あのこうパッツン横毛、横毛の話、11本毛の時がいいのか、最近のこの横毛短いバージョンがいいのか、どっちがいいですか。なんかでもぶっちゃけ私がね、個人的な衣装じゃない個人的意見だとするとね、個人的には写真で真正面が一番漏れるのは11本毛、ただ横のビジュアルが漏れるのは今の髪の毛って感じ。すごいそんな感じ、真正面は11本毛が一番漏れるんですよ。ただ横から撮ったショットの時は絶対この今の短い方があのビジュアルはいいっていう感じなんですけど、はあ、どっちがいいんだろうね、こうやって。今の方がいいですか。あ、本当に、まあ、今時風ありますよね、今の方がね。確かにな、それはそうな気もするんだが、しかしな、いやーそうだよね。そうなんだよね。どっちが似合うと思います。あでもね、あ気分で変えられないの、なんでかって言って横毛もう短く切っちゃってるから、11本毛に直すんだったら伸ばさないといけなくて、ここそうそうなの。だからねちょっと気分で変えることはできなくて、もう短いからね、それ用に切っちゃってるから、そう、な11本毛がいいんだったらもう伸ばす期間が必要だから、そうなの。今の方がいい。あ本当、じゃあそうする、今の横毛短いバージョンにしとくわ。横毛短いバージョン、バージョンバージョン、横毛短いバージョン。
でもね、写真だとね、横毛短いバージョンマジで漏れないんだよな。本当にキモい。なんか本当にね、本当漏れないの。どうしよう。そう、私のせいなんだけどさ、マジで漏れないんだよ、マジで。え、伸ばすの？結構かかる。1ヶ月ぐらいはかかるんじゃないかな、多分。うん、かかりますね。1ヶ月以上はかかるかもしれない。1ヶ月以上かかるわな。今これぐらいしかないんですよね、長さが。だからこれぐらい、あとこれぐらいか、5センチぐらい伸ばさないといけないから、人間の髪ってそんなすぐすぐ伸びないよね。そうなんです。2、3ヶ月かかる。やっぱそうだよね。そうなんだ。でも正直11本毛じゃない方がめっちゃ楽だよ。めちゃくちゃ楽。顔周りに毛がないってマジで楽だわって思った。ただビジュアルが漏れるか漏れないかって言われたら、私は11本毛の方が漏れるなっていうふうに思うんですけど。そう、私今日めっちゃダンスうまそうじゃない？私今日めっちゃダンスうまそうって言われたの。これあの何パーカーなんだけどね、半袖ので、中がこういうキャミソールみたいになってて、これ下真っ白のズボンなんだけど、これに私今日かぶキャップをねかぶってたんですよ、白いキャップを。そしたらさ、妹にさ、うわーすごい見かけ倒しってめっちゃ言われました。そう、ダンスできる見かけ倒しって言われました。いや私ほんと見かけ倒しめっちゃうまいんだよな、何にしても。マジでダンスうまそう、超できそう。これ今前閉めてるんですけど、これほんとここ開けられるんですよね。そう、めっちゃダンスうまそうに見える。いやもう自分でも思うわ。しかも今日オールバックだからさ、余計に。でここでメイクしてないんだけど、今はこうやってアイラインをピーンって跳ね上げにして真っ赤なリップを塗って、お肌をめっちゃ白く塗ったら超かっこよくない？これでアイラインをちょっとつり目にして強い女風にして真っ赤なお口を塗ったらめっちゃかっこよくなりそうじゃない？イエーイって感じ、ヨーヨーって感じじゃない？どう？それ感あるよね。黙っていればいい女だって。あはめっちゃ言われる。ありがとう。めっちゃ言われるよ、うちよく。そう、イエーイ。よし、じゃあゆりな、ちょっとそろそろ終了にするね。ご飯の続き作んなきゃだから、ちょっとご飯の続き作ります。もう8時だ、もうちょっとで8時だ。ご飯作んなきゃ。ご飯途中までなんですよ、作ったの。あと半分作ってなくて、あと半分作ります。じゃあみんな、このあとみんなも呪術を見てくれ。ユリナもご飯作るからちょっと見ないけど、ご飯作り終わったら見るぜ。じゃあランキング読むね。13位さきもいさん、12位にきよさん、11位かずさん、10位あきひこさん、9位しんどさん、8位シュガーさん、7位ヤングさん、6位はるたろさん、5位ナッティさん、4位ちかいしさん、3位マーニャンさん、2位 JJWIN1004 さん、そして今日の第1位は推しのゆうさんです。動画できました、見てくれたら嬉しいです。だってありがとう、了解ウォッチ。そして推しのゆうさん、ひこじゃなくて織姫タワー、ありがとうございます。ありがとう。
はい、というわけで今日も見ていただいてありがとうございました。でね、ドボンのねランキング1位から100位読むことができてよかったです。ありがとう、応援してくださって協力してくださった皆さん、スニーカー届いたら見せるね。でも8月下旬だからまだ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 だけど、できたら見せるね。じゃあそれじゃあみんな、また明日、バイバーイ。